行ったクルーを紹介します。以上、担当通貨高砂幸葉です。航空学生39、熊本県出身、飛行重視伊藤空輸龍聖也、大江大学校50代、福岡県出身、空中輸送員伊藤空曹上原健人、寝台210機、宮崎県出身、空中輸送員伊藤空曹広沢凛一郎、寝台213機、宮崎県出身。空中から物資を届ける方法は、大規模災害などで陸路が寸断されている場合に非常に有効な手段です。 T130H が通過する際、開いている機体後方の扉にご注目ください。実際の投下では、その大きな扉から荷物が投下されていきます。本日は実際に荷物を海上に投下することはできないため、海上上空を通過することで投下を模擬します。